府中市で当時39歳の男性が勤務先の信用金庫の駐車場で何者かに刺されて殺害された事件はきのうで発生から10年を迎えました警視庁は犯人の画像を公開するなどして情報提供を呼びかけています事件があった現場ではきょう警視庁の捜査員や遺族それに信用金庫の職員らが花を手向け 通行人に情報提供を呼びかけましたこの事件は2005年2月14日の深夜に府中市内の信用金庫の駐車場で後藤弘樹さん当時39歳が何者かに腹などを刺されて殺害されたもので犯人は現場から逃走しました警視庁は今月現場近くの防犯カメラに映っていた犯人とみられる男の画像を公開し 情報の提供を呼びかけています。画像の撮影時刻は午後11時53分ごろで、事件現場から北側の京王線府中駅方向へ走り去る男の姿が写っています。また、現場に残されていた犯人のものとみられる腕時計の画像も公開されました。時計はシルバーのアメリカ製で、バンドが蛇腹状のものに付け替えられていました。 警視庁によりますとこれまでに動員した捜査員の数は延べ4万8000人で事件に関する情報は172件寄せられているということです。